山のふもとにひときわ大きなお屋敷が見えるでしょう。あれがあなたのお家、多治見家の。宮子様が達也様をお連れくださいました。お入り。達也、こけおいで。皆さんお待ちかねじゃがな。宮子さん、ご苦労じゃったな。いいえ、おばさま、こちらこそ遅くなりまして。達也さんもそこへお座りなさい。こちらがあなたの大おばさまにあたる方々よ。こちらが小梅さま、向こうにいらっしゃるのが小竹さま。宮子さん、違うがな。私が小竹で、こっちが小梅じゃが。あら、失礼。久や、春よ、これがお前らの弟、達也じゃ。立派になったもんじゃろがな。血は争われんもんじゃな。鶴子に生き移しじゃが。ほんまにええ男ぶりじゃな。多治見の筋にこんなにええ男が生まれるとは珍しいな。多治見家の立派な跡継ぎじゃ。達也、引き合わせとこう。向こうの端に座っとるのが久野のおっさんじゃ、お医者さんじゃ。お前を迎えに行ってくれた宮子さんはこのおっさんの死んだ弟の嫁さんじゃ。戦争で疎開してきてからこのおっさんの家に世話になってる。近頃村には荒いゆうもっとはこうてええ医者ができて落ち目じゃそうだが、そこは親戚じゃけ。お前も病気になったらせいぜいこのおっさんに見てもらえ。それからな、その隣に座っとるのがお前のいとこの慎太郎さんじゃ。戦争中は少佐で三方本部好きで幅を利かせとったが、無一文同然の貧乏人になって村へ帰られたんじゃ。せいぜい懇意にしてもらえ。ええか、郷に行っては郷に従えじゃ。ただしよう気をつけて、多治見家の財産この二人に取られんようにせんとおえんぞ。アホ、アホ、俺がこんなに苦しんだのに誰も何にも
誰か薬をくれ。そうだ、久屋、薬じゃ。達也、黒のおっさんの薬じゃ。手に、よう効くで。大丈夫じゃ。こいつのアマと言うんよ。少しおかしいんよ。来るな来るな、32人殺しの養生の息子、帰れ帰れ。やつ墓目おじはお怒りじゃ。お前が来ると村はまた血で汚れるぞ。やつ墓様は生贄を求めてござる。お前のじいの牛町がなんで死んだか知っとるか。あれが一番目の生贄じゃ。二番目は兄のひさやじゃ。それから三つ、四つ、五つ、今に八つの死人が出るのじゃ。畳が八つ墓様のあかりじゃ、たたりじゃ、たたりじゃ。お黙りなさい。愛子様、久屋さんはご病気で亡くなられたのじゃ。八つ墓様のたたり役を関係ありません。皆さんもええな。康介さん、森美也子と申します。諏訪弁護士からあなたのお世話をするように頼まれました。牛松さんの事件の解決をお願いされたんですよね。金田一さん。いや、あ、は
いや、そうですか。あ、そうですか、そうですか。森美也子さんですか。あ、いや、参ったな。そうですか。達也様、ほんまに大きゅうなられましたな。梅子様、お帰りですか。今からお膳回りますのに。いや、そうしおるとそうなりますから。でも、何のおもてなしもせずでは。後からお届けしてはいかがじゃろう。そうですね。お膳は後から若い衆に届けさせましょう。春代様がお呼びじゃ。はい。では梅子様、お気をつけて。達也様、一度私のところへお出かけください。私、あなたのお父様に関したことでとても大切なことを知っております。父の。ええな、きっとよ。来るときは必ずお一人で。達也さん、あなたお使いしてはすまんのじゃけど、お膳を一つ運んでもらえんじゃろうか。お寺様のですね。どちらを。どっちでもええんよ、同じじゃから。お島さん、ほんならあと順々に運んで。私はこのままお席へ着くから。はい、承知しました。金田一さんもお席へどうぞ。え、あ、僕もいいんですか。会社から紹介しときましょう。これが今家の跡取り達也じゃ。どうぞ。あ、どうも。お疲れでしょう。田舎の葬式は長くて。あ、いえ、そんなことはありませんよ。結構楽しんでいます。楽しんで。あ、いやいや、それよりどうしてこちらにはお坊さんがお二人も。あ、亡くなった下井さんが多治見の家とは別の宗派だったの。なるほど。で、あの双子の方が小梅様と小竹様ですか。そっくりでしょ。私いつも間違えてしまいますのよ。無理もありませんよ。で、あちらの方は。あ、私の義理の兄の久野、医者ですのよ。隣は戦時中に疎開していらした医者の新井さん。久野の商売敵です。へえ、スリーペアだ。
ポーカーみたいですね。え、ほら、小梅様、小竹様、坊さんが二人、医者が二人。あら、本当にね。どうされたんじゃ。水先生、カバン。はい。光前さん、立花所長。え、あ、金田一さん、お久しぶりです。いや、本当に久しぶりだな。でも金田一さん、どうして岡山に。所長さんこそどうして岡山へ。私この度転勤になりまして。転勤ですか。そうですか、そうですか。恥ずかしながら。あ、そうそうそう。これ。あ、犬神家の。差し上げます。また例によってよく書かれすぎているところもあるのですが。それは本当に偶然。お前の目の前で伊賀牛松が死に、そして今度はお前が運んだ毒入り膳で坊主が一人死んだんだ。これのどこが偶然なんだ。本当なんです。本膳を選んだのも根膳さんの前に置いたのも偶然なんです。そんな都合のいい話が信じられると思っとるのか。まあまあ所長さん、今日のところはこのくらいで。金田一さん、達也さん、ご協力ありがとうございました。所長さん、この事件は一朝一夕には解決しませんよ。え？なぜといって動機が皆目分かっていない。二つの本膳のうちどちらが光前さんに行くかは本当に偶然だったんです。僕もこの目で見ていましたから。じゃあ犯人は二人の坊さんのどちらを殺してもよかったということですか。ええ、そうです。まさか。可能性があるということですよ。ああ、それと所長さん、病死した久屋さんの墓も掘り返してぜひ解剖した方がいいですね。え、じゃあ久屋も殺されたということか。十中八九そうだと思います。私はあなたの味方じゃ。誰が何と言おうと私だけはいつもあなたの味方じゃ。そのことだけは忘れんといてな。姉さん、僕は一体どうしたらいいのです。僕はもう神戸に帰りたい。財産なんかどうでもいいのです。
僕はただ僕と母のことが知りたくてここまで来ただけなのです。達也さん。美和子さん、小梅様と小竹様はどうして達也さんを探し出したりしたのでしょうか。病気がちの久谷さんや春雄さんに家を継がせるのが難しいのは分かります。ただここにある里村慎太郎さん、この方も達也さんと全く同じ老いの立場ですよね。ええ。それなのになぜ慎太郎さんではなく24年も前に行方不明になった妾の子にわざわざ後を継がせようとしたのか。達也さんよほどお二人に好かれていたのでしょうか。金田一さん、それは違いますわ。おばさまたちは別に達也さんを好きで呼んだわけではありません。おお達也、ご苦労じゃったな。さあさあこっち来て座られ。おおばさま、何か私にご用ですか。別に用というわけじゃねえが、お茶を一服あげようと思ってな。ほんまに嫌なことが度重なるけ。さあさあ小梅さん、あんたはよ立ててやられ。あいやい。どうしたんじゃ。小梅さんのせっかくのお手前じゃ。ありがとう頂戴せんかな。何も妙なものは入っとらんで。達也さんはおばさまたちに利用されてるだけなのです。どうしたんで達也、なんでそんな妙な顔をする。さあさあ一口にお上がり。はあほっ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 、妙な子じゃな。何をキョトキョトしとる。毒なぞ入っとらんて。さあぐっと勢いを飲んで部屋へ行っておやすみ。さあぐっと一息に上がられ。では美和子さんはお二人が慎太郎さんに財産を渡したくないから達也さんを呼んだとお考えなのですね。ええ、あの男は昔から虫が好かん。村へ戻ったも財産目当てに決まっとるって慎太郎さんは毛嫌いして。村の方から聞いたんですが、美和子さんは東京時代から慎太郎さんとお付き合いがあったとか。ええ、亡くなった主人が親しくしておりましたから。戦争中は何と言ってもサーベルの天下でしょ。東京で電気器具の製造工場を経営していた主人が軍人の羽振りのいいとこを捕まえているといないとじゃ、いろいろ違うところがあったんでしょうね。で外で一緒に飲んだりうちに招待したり、主人が亡くなってからも。でも戦争に負けてからすっかり変わってしまって、最近はお金に困って落ち武者の黄金探しに躍起になっているという噂もあるくらいです。村へ帰ってからはろくに口を聞いたこともありませんの。ここまでの放送は宝遊林内ガスキングと
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。